やめてください、やめてください、営業妨害です。そんな可愛い顔しているのが悪いのです。鳩小屋の中にやってまいりました。鳩が大パニックを起こしておりますが、ちょっと今ね、みんな発情期気味でちょっとピリピリしてんだよね。はい、というわけでうちの鳩チームは相変わらずお元気なんですが、この前駐車場になんか車の下覗いたら、ちょっと若干小さいかなっていうぐらいの鳩がちょっと斜めに座ってて、ちょっと斜めすぎじゃない君って言って近づいたら、足が案の定折れてたので捕獲して、で1週間ぐらい経って、それでよいしょ、隔離期間が終わったので持ってきてみました。足がとてつもなく汚いです。おー、かわいいね。まだ全然赤ちゃんなので、ちょっとハッピーハッピーいじめない。あー、やだね、ごめんね。結構まだ赤ちゃんです。生後3週間ぐらいかな、もうちょいか、1ヶ月ぐらい。ハッピーと旦那さんが様子を見に来ました。かわいいね。足はちょっと変な位置が折れてたので、あまり手を加えず、手を出さず、狭い暗い箱に入れて生活してもらったら結構治りました。ちょっとね、変な治り方したけど歩けるようになったからよかったね。うーん、ハッピー怖いって、あんた圧がすごいから、圧が、無言の圧力が。あー、飛ぶ練習しようね、これから大変だよ。まだ全然つぶつぶご飯食べられないので、強制給餌でご飯あげてます。なんで足折れたんだろうね。見た目はしっかりしてるけど、まだ全然赤ちゃんです。ほーら、この前あったドバドとは思えない。あー、怖い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 、やめてやめて。みんなに脅迫されてます。まあ、とりあえずつぶつぶのご飯が食べれるまでは様子見かな。頑張りや。早速ご飯を見つけて食べようとしています。とんでもなくどんくさいね。ちょっとハッピーの旦那さん脅迫してる顔が怖いから、もうやだ、みんな意地悪、やめなさいやめなさい。さあ、この子はオスなのかメスなのか全然わかんないんだけど、ちょっとストップストップ、はいはいはい、おいでおいで、大丈夫、みんな怖いね、怖いね、やだね、巣に帰りたいね。巣なんかもうないけど、ほらそーっと行ってごらん。あはは、ハッピーストップ、ハッピーストップ、ほらゆっくり行ったらきっとみんな許してくれるから。怖い怖い、もうなんでこんな怖いの。というわけで、これからご飯がちゃんと食べれるようになるか、そしてちゃんと飛べるようになるか、見守っていきたいと思います。おー、大きい人怖いね、全然サイズ違うじゃん。
こちら去年花が咲いて小さい実ができて実が取れちゃってあーおーってなったフィンガーライムさんですが、今年も元気にやっております。この赤い葉っぱは全部この春っていうのかな、この春に成長した分の葉っぱなので、去年の3倍ぐらいになってますね。去年はあの花が咲いてちっちゃい実ができて実がちゃんと膨らまなかったのでちょっと残念だったんですけど、そこから成長が止まってしまって、あ、このまま枯れるのかって思ったら、ただ単に季節のなんか季節に激しく敏感に反応する植物だったみたいで、ある日突然急に成長しました。トゲトゲが増えております。こんなに元気に成長してて、でフィンガーライムは2年経った植物じゃないとちゃんと実がならないって書いてあったので、今年はなってくれるのかなとちょこっと期待しております。